ブーマースポーツインフォープログラム、マシモルルコです。22歳です。ガールズ競輪選手と女子大生をやってます。彼女には夢があった。体育教師になるのが夢で、小さい頃から体育大に行くんだっていうのを多分中学校ぐらいの時から自分の中で決めてて、体を動かすのが大好きな子供だった。夢を追うため迷うことなく体育大学に進んだ。しかし彼女は競輪と出会った。最初全然乗り気じゃなかったんですけど、大学が1年目で通ってたんですけど、すごい楽しかったんで、それを休学してまで別に競輪やりたいとは思わなかったんですけど。マシモ・ルルコ22歳、今新たな夢に向かってペダルを漕ぐ。何が彼女を変えたのだろうか。ここ立川はマシモルルコのホームバンク。一期生のマシモは今年で3年目のシーズンを迎える。デビューした2012年にはガールズグランプリに選出されるが、年を追うごとにレベルが上がっていくのを実感していた。二期生から自転車競技出身の人も増えたので、やっぱり自分より脚力のある人がたくさん入ってきて、やっぱ今まで通りにやってたんじゃ上には上がれないなと思って、周りの展開で勝敗がすごい左右されてしまうので、自分でしっかり前を走る力をつけないと勝てないんだなって気づきました。全てを底上げしないとダメですね、はい、もう気持ちから、自転車でいったらダッシュから持久力から全て何から何まで底上げしないと、今度また3期生も出てきますからね、強いという評判の、またやられちゃいますね、このままだと。はい、すいません、周回して頑張って、はい、周回して1本も空いてます、はい、あと今残り20、30回ジャンプだから、はい、しっかり練習の面でも師匠と相談して、競争スタイルも変えるようにしてるんですけど、はい、今工夫してる最中です。3年目を迎え、マシモは自分らしい走りを確立したいと真剣に考えていた。それはあるレースがきっかけだった。3月16日取手で行われたガールズ競輪決勝、マシモは7社立てで7着と大敗してしまう。やっぱり勝ちたい勝ちたいと思って勝ちにこだわってると、レースがいつも小さくなるんですよ。行かなきゃいけないところで出られなかったりだとか、分かってるけどできないみたいな、そんな感じがすごい悔しくて。初日2日すごい存在感があったのに、最終日どこにいるんだかわからないような、存在感がないレースをたまにするんで、勝ちたくなると、存在感のあるレースをしてほしいな。どこか自分に甘いところがあるんじゃないかっていう言葉をもらって、やっぱり見直してみると確かにそういうところがあるなと。3月26日松戸競輪、7着に大敗したあの取手での反省を生かし、マシモは予選から3連勝で
今年初優勝を飾る。昨年10月平塚競輪以来5ヶ月ぶりの優勝だった。負けず嫌いじゃなかったんですけど、やっぱり競輪界に入って負けることがすごい悔しいっていうのが分かって、もっと自信持っていけたらいいなっていうのはあります。1991年、マシモは東京で生まれた。両親と姉の4人家族。いただきます。現在も家族に囲まれ暮らしている。やっぱ練習の後なんで美味しいです。うわ、すげえ。本物ですよねみたいな。おお、全然気がつかなかったよ。フクロウを飼っています。ちょっと臆病なんで怖がってるんですけど、やっぱり一人じゃもっと時間がなくなると思うんで、はい、そういう面でもすごい支えられてるなって思います。マシモに競輪をするように勧めたのは母だった。小さい頃から足がすごいずば抜けて太かったんですよ。その足は、太い足は競輪をやるためにの足だとか言ってすごい勧めてきました。さらにマシモの母はつてを頼って佐久間を紹介してもらい、娘に稽古をつけてほしいと頼み込んだ。この行動がその後のマシモの人生を大きく変えた。腹回りもしないんで怖かったんですけど、でも自分が乗れなくてもスピードが出るんで、こっちの自転車の方がすごい楽しかったです。もう自転車は体の一部なんで、仕事を道具というよりは自分の足というか、はい、初めて触れた競技用の自転車。それからというもの、マシモは自転車に魅了され、ついに大学を休学し競輪学校へ。いやいやだったんですけど、やっていくうちにハマっていくタイプなので、今はすごい刺さって、そうやって背中を押してくれてすごい感謝してます。そして今彼女には夢があった。それは18歳の頃とは違う夢。やっぱりそのグランプリに毎年走れるように上位7名に必ず入っているような選手になりたいです。母の一言が彼女の背中を押した。新しい世界がそこにはあった。マシモ・ルルコ22歳、背中を押してくれた母の手のぬくもりを感じながら、今日もまた風を切る。